いや、ねじれ解消してよかったね。うん、自民圧勝だよ。圧勝するかなと思って圧勝だからね。まあ皆さん方に聞きたいんだけど、道が分からなくてうろうろして結局目的地に着かないタクシーと、スピード違反するけどちゃんと目的地を目指すタクシー、どっちがマシかなと言ったら、まあスピード違反するタクシーがマシだよね。まあそれが国民の答えなんだろうね。迷走する民主より暴走する自民のがいいというね、それが選挙の結果だったんだよね。もう安倍君はね、何でもできるよこれから。だけど前の去年の解散総選挙はまたちょっと違ってね、どうなるか予想ができなかった。国民はどこに投票していくか分からないという人がいっぱいでね、自民にはうるさい、民主にはがっかり、第三極もうさんくさい。例えるなら強盗と詐欺とスリのどれがいいみたいですか。どこがいいかじゃなくて、どこだと被害が少ないかを考える選挙だ。まあ自民党は相変わらずね、二世議員三世議員ばかりだと批判されたけどね、うちの信次郎は問題ないよ。四世議員だから。そもそもね、世襲の何が問題なんですか。どこの馬の骨とも分かんないやつが国会議員になるより、あそこの馬の骨って分かったらおかしいでしょ。だけど野田さんは大したもんだったね。うん、私は自民壊せなかったけど、あの人あっさり民主党ぶっ壊したもんね。ジェラシーだよ。菅さんと私はね、よく似てた。どんなに追い詰められてもへこたれない。ただちょっと違うのはね、私はどんなピンチも跳ね返したけど、菅さんピンチっていつも気づいてなかったわけ。そして鳩山さんと私はね、正反対のそれだったね。鳩山さんはこんな日本にするんだという理想ははっきり言うけど、じゃあ何をどうやってというとか全く具体性がなかった。私は何をどうするというのははっきりしてたけど、それによって日本がどうなるというのは全く考えなかった。評価されてるね。6年前総理やった時と今と全然違うと言われてる。だけど私はそうも思わない。全く成長してない、変わってないよ。何にも変わってない。前は私の後だったから頼りなく見えて、今回は民主党の後だから頼もしく見えるからね。まあ麻生さんがあれ、なんか失言めいたこと言っちゃったね。あの人は相変わらず脇が臭いね。あと麻生さんがね、面白いこと言ってる。この内閣は麻生、甘利、菅、この3人がいれば大丈夫。生きて安倍君が入ってなかった、ね。安倍さんはね、靖国参拝あるほどするって言ってたのに、ね、結局行かなかったね。なんか半沢直樹の倍返しみたいでかっこいいね。手のひら返した。一度手のひら返してもらわね、どんどん手のひら返してくるよ。10倍手のひら返した。まあアベノミクス期待されてるね、3本の矢。だけどね、専門家がね、この3本の矢一本一本よく見ればすでに折れてるという人。問題ない。折れた矢を3本合わせれば6本だろう。これからどんどん再稼働をやっていくだろう、原発ね。まあ本当にね、福島で、被害に遭われた方はね、気の毒だと思う。申し訳ないとは思わないけどね。まあ本当にね、福島で使う電気じゃないのに福島の方がひどい思いをしたというのはね、本当にね、大変だなと思いますよ。本当にね、安全だったんです。クリーンで安全なはずだった。万が一ってことは絶対ないはずだった。まあ、なぜじゃあ東京湾に作らなかったかというと、万が一のことを考えて。いや、俺本当にね、原発反対としての気持ちよくわかります。あんなもののそばにね、住みたくない。東京湾には、ね、絶対に作らないと思う。でもね、皆さん方もね、自民党のね、この推進してきた気持ちっていうのはね、理解してほしい。かなり大きな利権だ。
大きな金が入ると思ったら皆さんだと絶対賛成しますよ。それは間違いない。まあ今後ね、自然エネルギーにしていったらいいじゃないか。だけどね、安定供給はできないし、コストのことも考えてもいろいろ難しい。というのは建前で、本当はね、今の技術力なら完全できます。なぜやらないか。今までせっかく作ってきた原発がもったいないじゃないですか。それを考えてください。今原発より大事なことがあるじゃないですか。もっとそっちを考えましょう。うちの長男の孝太郎が今ドラマで主演やってるんですよ。名もなき時、そのドラマの、ね、視聴率がどんどん落ちてる。今原発よりテレビを見ることを大事にしてください。皆さん大丈夫です。これからね、うちの信次郎の時代です。信次郎大した問題を、自分の選挙の時もね、私の力を一切借りずに、私の地盤と私の知名度のみで勝ったんだよ。信次郎が総理大臣になれば必ず日本を救ってくれる。皆さんにとってもね、悪いようには絶対しない。だから皆さん、あと30年待ってください。というわけで、信次郎と孝太郎よろしく。以上、小泉進次郎です。ありがとう。ありがとうございました。ザ・ニュースペーパーから、泉元首相と安倍総理、なぜ今日登場しました。ありがとうございます。メンバー